松崎さんはもともと金沢出身の方、もう長年作家として頑張って活躍しておりまして、その日本海の関係の作品をたくさん手掛けております。今回の特に良かったのは、この日本海のどんよりとした雲、それと人を寄せつけないような冷たい海、それと手前の川というのではないんですけれど、冬になると少しずつお水が流れている状態が輪島から金沢に行く間に何か所かあるんですね。それをテーマに今回のは選んだわけですから、彼は本当に日本海の良さをよく分かって、さらに構図もバランスが取れていたので評価されているんだと思います。めずるという題なんですけれども、和歌山弁で愛するとか愛おしむっていう、そんなような意味に時にめずるという言葉を使っているようなんですね。本人が自画像のように出てきてるんじゃないかなって思うぐらいに穏やかな感じで、虫とか全ていろんなものを愛しているというか見つめているという、その場面の部分で制作しているもんですから、色使いも確かに重い感じで、ちょっと障壁画のような感じの色の使い方、表現の仕方なんですけれども、それもやはりコンスタントにきちんと仕事のできる方なので、東京都知事賞をいただくことになりました。エポックっていうのは、その時代が変わるとか物事が変わるという、意味なんですけれども、作品として日本画では工芸的な仕事の仕方をしてるんですけれども、日本画って考えたら伝統のある線を大事にする表現から、今はもう面だけじゃなく立体も使った仕事が入ってきてますので、そういう意味ではその岩田さんのは大変前向きなお仕事の仕方なんですね。で、このコロナの時期を自分は作品で乗り切るっていうか、見に来てくださる方もこのコロナを負けちゃいけませんよみたいな感じで、彼は たくましいエネルギッシュな作品で表現してるんだと思います。まずその丁寧さはどの作品もたくさんあるんですね。それのさらにその上っていうか、品性とか感性とかそういう強く出てるもの、それでオリジナルのもの、やっぱりその前にこういう絵は見てるよねっていうものは特選にはやはり入ってこないですね。どこかで自分らしいっていうんですかね、本人の心から出た作品を10枚選ばさせていただいたわけなんですけれども、それぞれ10枚とも空気感が全部違いますので、ご覧になっていただくのが一番いいかと思います。日本画の絵の具ほど本当に岩の粉を使いますから、日本画は多様に表現することができるんですね。また石の色の美しさっていうのがあるので、やはり濁るっていうことも賞の対象にはなかなか難しくて、グレーゾーンであってもグレーの中の澄んだグレーっていうんですかね、そういうのを上手に使った方が評価されておりました。今回100歳で日本画に出してきた方がいらっしゃるんですね。これから私たち100年時代とかいう話も出てるじゃないですか。若い人はもちろんのことなんですけれども、ぜひリタイアした方で絵を描きたいっていう方がいらしたら、日本画ね、チャレンジしてくださると嬉しいです。